はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、ハイボール、久々に。日課ウイスキーの、淡麗辛口ハイボールです。アルコール度数 7%。瀬戸内産レモンエキス入り。プリン体ゼロ、人工甘味料ゼロ、炭酸強め。です。原材料がウイスキーと、食物繊維と、レモンエキスと糖類と香料と酸味料とカラメル色素ですね。うん。よいしょ。ハイボールか。レモンが入ってるっていうのはちょっと珍しいかな。乾杯。ちょっと甘い。なんか糖類が入ってるからか甘いですね。あんまり甘いハイボール嫌いなんだけど。確かにレモンの風味はちょっとありますね。ただ甘い。チューハイレベルの甘さではないんだけど、まあ少しやっぱ甘いですね、これね。淡麗辛口って書いてあるくせに、全然辛口じゃなくて、普通に甘いんだけど。ハイボールに淡麗辛口という新しいうまさ。炭酸強めかける、爽快な喉越し。この辛口がハイボールを変えていく。全然辛口じゃないんだよな。これなんで糖類入れたんですかね。これなんでわざわざ糖類入れたんだろうな。普通に甘口なんだけど。あんまり美味しくない。なんか、レモンの、かき氷のシロップ、レモン味あるじゃん。あれのシロップをなんか入れてるような感じですね。なんか感覚として。レモンの風味と甘さがあるんで、レモンシロップをなんかかけたハイボールみたいな。うまくないな、これな。うまくない。これはダメだ。まずい。なんか、秋が来るね。ものすごい。もうなんか、もう飽きたもん。なんか、もうこれだけ飲んだだけでもう飽きた。甘いから。日課ウイスキーは、そうそう、ブラック日課のディープブレンドが、あれですね、パッケージが変わったんですよね。そうそう。で、一応昔のパターンの、そのブラック日課のディープブレンドはね、残ってはいるんですけど、買っといたから、まあ味のね、どんぐらい変わったかとか。多分変わってると思うんですよね、おそらく。このディープブレンド。多分変わってると思うんだけど、まあ多分まずくなったんじゃないかなと俺は思うんですよね。まだ買ってないんで、新しいラベルの方まだ買ってないんで、ちょっとわかんないんですけど。まあ、後々ね。あ、うまくねえな。
最近あんまりお酒は飲んでないんですけど、なんかちょっと気分がね、よろしくなくて、あんまり飲んではないんですが、まあ、たまにハイボールとかね、まあ飲みますけど、なんだっけ、ブラックニッカのエクストラスイートが、非常に甘いってことで、ハイボールで飲んでもものすごく甘いんですよ。エクストラスイートね。ストレートで飲んでも甘いんだけど、ハイボールにしても甘いんで。非常に甘くて、あんま美味しくねえなと思って。なんとか、まあ、なんとか飲む、あれだと、コークハイぐらいにすると飲める。コーラってもともと甘いじゃないですか。で、そこの中に甘いウイスキーを入れて、で、コーラで割ってると、甘さと甘さが、割と合体して、まあ、どちらにしろ甘いっていう。まあ、普通より甘いんですけど、まあ、そっちの方がなんか、ハイボールにするとなんか微妙に、まあ、普通に甘いんだよな、あれな。なんか飲めないんだよね。ハイボールで甘いっていうのは、なんか、これみたいな感じ。これみたいな感じね。甘いんですよ。糖類入ってると。だから、もうなんで糖類入れたのって感じだね。エクストラスイートはあれ、糖類入れてるか知らないんですけど、あれ、やけに甘いんですよね。これ、まずい。まずい。これはまずい。コク、甘み、強い。香り。これはまずい。これはまずいです。はい、2432です。ご視聴ありがとうございました。